お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらのロイフグデッキを使っていきたいと思います。で、あれですね、なんか多分昨日かな、昨日プロンさんとか、その前だと多分ゼロニキが動画で紹介してたやつと多分被ってるんですけど、まあそれぐらいね、このデッキ今強いんで、まあ今日はね、これを使っていきたいと思います。で、あれですね、まあ情報されたバーバリアンが、めっちゃ強いわけではないんですけど、まあまあ多分強いと思うんですよね、今の環境っていうか普通に。なんでちょっと流行ってきてますね。なんでまあそのバーバリアンを生かすのに、まあロイフグがすごい合うっていうので、まあバーバリアンロイフグがちょこちょこ見られますね。とそのバーバリアンがファイブで溶けちゃうんですけど、ファイブでね、なんで1アド取られちゃうんですよね。なんですけど、まあ逆にバーバリアンにファイブ打たせてロイフグをぶっ刺すみたいな感じですね。逆にこっちがロイフグ飛ばしてファイブ打たして、まあバーバリアンで楽に防衛するみたいなパッティーンもありますね。よいしょ。これは美味しいですね。ここでセパロイホグして、まあ、相手がどう防衛してくるかをまずは見ないといけないですね。矢の雨墓石、縦の戦士。矢の雨墓石、縦の戦士ってことは今、陸に2つ種類咲いてるんで、ラバだとしたら陸はもうないんで、ユーノ飛ばします。はい。なるほど。で、今4枚出ました。ここは後ろホバー。てか、矢の雨、ライトがファイボっすね。ライトがファイボで、ライトがファイボ。矢の雨墓石、コウモリ、なるほど。で、ここはもう単体バーバリアンします。これが、ですね、意外と強いっていうか、まあ、だるいですね、相手からしたら。ファイボないとユニットで処理しないといけないし、ファイボを使ったら使ったで、なんかね、ホバリング、僕のあれ、ホバリングとかなんか、処理しないといけないんで、ここはもう防衛できるユニットないんで、ポイズンしか。ロイフグ飛ばして、逆にこっちが攻めちゃいますね。いや、バルーンだけでも落ちてくれ。オッケー。で、ここはホバリングで急いで防衛する。で、ここはまあ破裂してから、あれですね、ガゴンも含めて生き玉打っとけば、多少防衛できますね。オッケー。で、今のは、まあ、コウモリで最悪、バルーン溶かせなかったら普通に今1本折られてたんですけど、まあそれはそれで、まあ11交換と、まあ僕は左側ちょっと崩れてるんで、まあやや有利な展開には持っていきますね。なんか守れないと思ったんで、あのタイミングで僕はポイズンで相手のラバルを守るか、その2種類パターンがあったんですね。ポイズンで相手のあれを守るか、ロイフグを飛ばすかっていうので、別にポイズンで守るっていう方法でもよかったんですけど、守りに入ったとて相手がもしザップ持ってたら別にコウモリも飛ばされて普通に1本落とされちゃってたんですよね。なんで僕はまあ守るよりもちょっと攻めてダメージを稼ぐ方を選びに行きましたね。でここはもうさすがにポイズンしないと、間の小物がちょっと厄介なんでポイズン打ちますけど、よし。でこういう間にユーノ飛ばして、オッケー。で相手に防衛させる。でも防衛してくれないけど、そしたらこっちがダメージ稼げますね。オッケー。ってな感じで、まあ防衛できない時にしっかり攻めるっていうのはすごい大事ですね。ぽい。オッケー。グッドゲーム。まあ今のは結構うまくいった感じではありますね。よし。というわけで、次。まあなんで、なんだろうな、バーバリアンとかも意外とこの相手がラバルとかだったら腐ると思うんですけど、まあそれをただ腐らせるわけじゃなくて、まあしっかり攻めで逆に使ってね、なんかいいように働かせるのはすごい大事だと思いますね。腐らせないようにしないと意外と困るんで。で、ここはとりあえずコウモリ先に出して、ザップ早い。これロイフグでバーバリアン釣って、いやー、いてー。いや、まあ、でも相手、今ここでね、あれを使ったんで、この瞬間に僕はギャング追加したいですね。今相手、ウッド裂いたんで、もうこれを攻撃でワンチャン落とせるまである。これ、雪玉裂いたら、結構ダメージが入ると思うんですよね。よし。まあですね、バーバリアン、メガゴ、ギャング、バーバリアン、メガゴ、ギャング、ウッド、なんだろう。いや、わかんないです。わかんない。けど、まあ。多分今、ユーノ咲いたら、相手回ってない説ない。ああ、回った。これでバーバリアンか。ザップか。バーバリアン。いや、
無視、無視、これを無視を相手やってない。あ、ロイジャイ、なるほど。で逆にホバリング、これワンチャン5打ってくれたらこのバーバリアンで全部防衛できるまである。オッケー。いや、バーバが強いんですよね。なんか思った以上に、思った以上に火力あるで、ここは左に3、右1にしてますね。2、2にして5打たれたらちょっと損な気がするんで。オッケー。で、ここで意外と畳みかけると、いいかと思ったけど、そんなですね。よし。いや、珍しく、圧勝ですね、これは。で、いつも油断するとよく負けるんですよね、僕。よし。ってなわけで、どうしようかな。とりあえず、真ん中いるので、相手にバーバリアンでも咲かして、ぽい。咲かないか。これだって、やば。バーバリアン読み5をしてきたんですけど、お、ギャング読み、ウッド、全部外した、全部外した。ちょっと待って。相手全部外したよ、今。さすがにやばくない？なんか、もうちょっと頑張って。なんか今、全部外したっすね、相手が。今の面白い。けど、まあ。これは、いや、普通に諦めたんじゃないかな。一個落とすのにそれを使うと、まあ、こっちのバーバリアンプラスのロイフがマジで無双するんでね。ああ、で、相手もキングですね。キング狙ってますね。てか、まあ、攻めるしかないと思ってるか。けど、まあ、さすがにこれは、勝ちましたね。グッドゲーム。いやー、マジで、この、なんだろうな、シンプルにギャングコウモリっていうユニットのカードパワーに、まあ、さらにバーバリアンと、ロイホグ、ホバリングが合わさってるんで、なんか、カードパワーの積み合わせみたいな感じですね、本当に。えげつないですね。よいしょ。結構、なんだろうな、今の新環境のトップレベルのデッキだと思いますね。なんだろうな、今強いデッキはめちゃくちゃあるんですよね。ラバクロに、これに、ホグに、でも言うてそんなもんか、あとクロスか。まあ、僕クロスそんな使えないんでむずいんですけど、まあ、そんな感じかな。で、このデッキがきついのがオーブンですね。オーブン入りの、あれだ、ロイジャ、ロイジャイが、のライトだったら別にそんななんですけど、オーブン入りのあのファイボー型が、ちょっときついっていうのありますね。ちょっときつい。普通に相性悪いから、なんかオーブンで毎回防衛されて、ロイホグはね、で、ファイボーでバーバリアンとかを処理されると、相手のロイジャが絶対ダメージ通っちゃうんですよね、僕に。なんで、そこがちょっときついですね。よいしょ。相手は、人技系のやつだな。工場が多分入ってる。いや、ラムライダーか工場のどっちかが入ってるんですよ、相手これ。全然違いないかーい。全然違いないかーい、マジで。やばい。俺が下手すぎた。やばい、待って、一発入るー。いやー、今のを入れるのはもったいないですね。ゴブリン。ガゴ。いや、全然わかんない。初めて見た。初めて見ましたね。よろしく。で、相手はバルーンか。これ、そう、あの、対空が、ちょっと少なめなんで、意外とバルーンがね、むずいんですよね。むずいというか、止めにくいんですよね。よいしょ。さあ、こっからですね。で、まあ、ワンチャン左は落とされてもいいんですけど、右は傷つけたくないですね、タワー。プリンスバルーンって面白いですね。あ、待って。陸受け考えてなかった。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。まあですね。で、相手、雪玉かなんかザップ持ってたんすよね。なんだっけ。やばい。しっかり考えて。で、これは餌になっちゃいますね。けど、まあ、焦ることではないですね。読みとかしてくるかな。あー、なるほど。OK。これは守れましたね。OK。で、このロイホグがめっちゃ刺さるんすよね、マジで、これ。やばいっすよね。なんかびっくりするぐらい刺さるんすよ、ロイホグ。で、この瞬間にロイホグ飛ばして、で、相手に防衛させて、この間に防衛する。オッケー。いや、マジで、これロイホグやばいんすよ、これ。なんでそんなダメージ入んのっていうぐらい入るんすよね、本当に。あとはポイズンで終わる感じだと思うんすけど、まあ、しっかり一応防衛しますね、僕も。
てかまあポイズンで終わるけど、ロイフグ飛ばしてオッケー、これ落ちる。でこの間に攻めて、もし落とされたとしても大丈夫ように、グッドゲーム。って感じですね。なんだろうな、とりあえずロイフグをたくさん飛ばすのはすごい大事ですね。たくさん飛ばしとけば結構ダメージ入るんで、思った以上にね。よいしょ、最後に宝箱開けてポイ。まあ基本的にロイフグ飛ばしてっすかね。守れないって思ったらもう捨てる、まあ捨てるんすけど、捨てるんだけどその間に攻める感じですね。よいしょ。なんでまあ有能で攻める、バーバリアンで攻める、ロイフグで攻める3パティーンあるんで、はい、まあそこをうまくやる&やっぱまあスペル枯渇っていうので、相手がスペル5を割いたらしっかりバーバリアンで防衛、ウッド割いたらギャング追加、ザップ割いたらコウモリ追加みたいな感じで、相手が何かのスペル割いた後にそれでしか処理できないやつをね追加してあげると結構いい感じにできるかなと思います。というわけで、まあ、今回は終わりにしたいかなと思います。はい。なんでまああれですね、近いうちこの動画上がってる日に上がるかは分かんないんですけど、 BO3 動画も出すんで、ぜひぜひお楽しみください。というわけで終わります。お疲れ様でした。